堺雄也9月5日から2013年9月23日は、天台宗の僧侶。比叡山延暦寺の千日開放業を二度満行した、行者として知られる。天台僧北霊大行漫大矢砂利、大僧城、比叡山人山藩、室谷不動堂、長寿院住職を務めた。大阪市玉造り生まれ。旧正中学卒業後、1941年。 慶応義塾商業学校に入学。落大生で卒業が危ぶまれたため、慶応義塾の教授に勧められ、1944年、熊本県人吉の予科連に入隊した。そこで、半年間の訓練を受けた後、宮崎県の宮崎海軍航空隊、後の松島海軍航空隊、陸上攻撃機所属を経て、鹿児島県の鹿屋飛行場に移る。 特別攻撃隊員として終戦を迎えた。戦後は図書館職員を諸事情により職場放棄、ラーメン屋を開業するが家事で廃業、株売買の代理店を始めるが、スターリン暴落による大暴落で1億円の負債を抱え借金取りに追われ、蕎麦屋の店員、菓子店のセールスマンなど職を転々とする。33歳の時結婚するが、結婚早々妻が、 大阪の実家に帰り、連れ戻そうと迎えに行ったことがきっかけで、自殺してしまうという事件があり、ショックを受けて以後抜け殻のような生活を送る。その後39歳の時、徳土市比叡山延暦寺に入る。千日解放行に挑む前には、明治時代に死者が出て、以来中断していた、常雪三前という、厳しい行を達成。 1973年より千日解放業を開始し、1980年10月に満業した。この業の様子は1979年1月5日、NHK 特集、業費営山、千日解放で放送された。しかし堺はこれに満足せず、半年後に2度目の千日解放業に入った。そして、 1987年7月、60歳という、最高齢で2度目の万行を達成した。2度の開放行を達成した者は1000年を超える、比叡山の歴史の中でも3人しかいない。1990年、15年ぶりに下山。厳しいごまともの他国内各地、中国五大山、エジプト市内山などを巡礼。1995年にはバチカンで、 ローマ法王、ヨハネ・パウロ2世にも越見している。同年、仏教伝道文化賞を受賞。晩年は、比叡山禄のイームロ国不動堂に住み活動した。2008年にはエジプトを訪問した。2013年、平成25年、心不全のため死去。87歳。ありがとうございます。